タッコ。韓国ボサムを作ってみました。じゃあこれから食べてみたいと思います。ご飯はですねこんな感じで半分くらいですね。これは三中かな。三中の上にもうそうやってキムチと一緒にそうやってサムジャンちょっとつけてその上にニンニクですね。ニンニクを乗せてこうやって食べます。うん、そして辛い唐辛子なんですけど、この大きさを見るとそんなに辛くはなさそうですよ。なるほど、辛さはあんまり感じられない。そして次はケンニップ、うん、このケンニップも、韓国人県はですねこれをもう漬物としてケンニップザガチというのも作って、好んで食べたりしてますね。最近の私の肉食は、昔のようにもう肉だけじゃなくて肉と野菜のバランスを気にしてます。私の年も年なんだから、お肉だけ食べまくりするとやっぱり健康には良くない、もうそういう時期が来ました。そういった食べるスピードもパパパッと食べるじゃなくて、ゆっくりゆっくりと食べたりしてますよ。その結果が今この自分の体から見えるので、ご飯重視じゃなくてこんな感じで料理重視として、食べると過剰の炭水化物を食べないことで内臓脂肪ももうどんどんも減る。もちろんもただで減るわけじゃないですね。一生懸命に運動しながら、運動としてももうジムにもう通ってもうするだけじゃなくて、もうホームトレーニングですね、あれでも十分、健康な体になれますよ。では今私の食事のやり方は、このお肉と野菜重視、そしてあとは炭水化物です、あまり炭水化物を、食べ過ぎないように、結構気をつけてます。私は野菜の大事さをもう今更知ったということで、もちろんお肉好きなんですけど、お肉だけで食べるとやっぱりバランスが崩れる。こんな韓国式の食べ方ですよ。このボサムの食べ方はすごく、健康に優しい食べ方だと思います。野菜も、食べられるし、そしてお肉も一緒に食べるから、お肉だけじゃなくてもういろんな健康にいいものをもう食べる感じなんです。
そして今私がやってるのは、一旦食事して1時間ぐらい、休憩をして、ジムに行ってなんか筋トレをしてますよ。で筋肉の浄化と、体重が減りました。結構減りました。健康が悪くなったって減ったんじゃなくて、運動とこのダイエットとして食事をちょっと変えたことで、すぐ、体重は、自分が望むくらいはもう減ると思いますね。ダイエットする方はですね、間食にはあんまりこだわらないでください。こだわらないでくださいね。これがもうオリジナル韓国式なんで、よく見てください。サムジャン、そしてニンニク、その上にケニップ乗せてももう美味しいですよ。枝のところを切り取って二重ですね。二重でもう一回サムジャンをちょっとつけて、で一口あんして、サムギョプサルのところで、おじさん作っても美味しいです。この玉ねぎがあって、なんか豚肉の匂いも消されるし、そして時々私がビールをかけたのは、この下のところですね、鍋の下のところが焦げないようにです。もう焦げたらもうすぐもう焦げる、もう匂いが美味しくないおじさんも作ってしまうので、多分これももう残すかもしれません、残しても明日の朝ごはんとして食べても構わないので、だから今食べる、量をですね、前よりもう半分ぐらいは、減らしたっていうわけですね。自分の体重でなんか、おしゃれにならないことになったらもう私もやばいことになるので、今から気をつけないとということですよ。今コーラは、全部もうゼロカロリーに変えました。私の生配信も見た方はもう、お分かりなんですけど、全部ゼロカロリーです。今はゼロカロリーに全部もう慣れていて、もうやっぱり旦さんが好きな時はもうゼロカロリーで楽しんでるわけです。でも結構もう食いましたね。結構食いましたね。そして自分は、いつ食事を食えるといいかなともう言われると、いやお腹もいやもうパンパンになりましたじゃなくて、いやもう食べました、もうちょっとも足りない気がするけど、もうそこで食事をもう終えたら多分過食にならないことですね。だからこのニンニクを全部も食べ終わったらもう食事ももう完了しましょうか。最近私の食べ方がもうこうですよ、炭水化物をもう減らして、このタンパク質とこの野菜をもっと食べることです。このお肉の量もですね、200g は超えてるかなと、炭水化物を、減らして今どんな調子かと言われると、朝起きるのがめちゃめちゃ早いというか、起きても全然疲労感が、ないということです。ケニップ2枚、そしてニンニク、だからこれからも手仕事パーを食べるときはですね、ご飯を全部入れるんじゃなくて半分ぐらい入れてもう食べるわけですね。でも自分の体にもいい反応がもう出ちゃったので、この小食に自分の、食事パターンを変えたのが、全然悔しくはないです。むしろ良かったと思います。
唐辛子が辛いじゃなくてこのニンニクすげえ辛い。うん。わあ。じゃあここで これとこれキムチだけを全部食べて終わりにしようかな。ご飯と、うん、あとこのプッサンが3個も残りますけど、これはもう明日もう朝ご飯として、ね、食べたらもう大丈夫なんで。こんなにみんなに初めて自分の自家製プッサンを、作るのを、説明させていただきました。参考になったらもう嬉しいです、幸いです。プッサンの段がなくなっちゃった、うん、これ炭水化物はもうこの中に少しずつ、やっぱり唐辛子は、辛さは私にとってはもうちょっと辛いかな。むしろニンニクがすげえ辛かった。もう日本にもサムジャン結構人気ありますね。サムジャン食べたことない方はもうぜひこんな感じでポッサムを作ってもう一緒に食べてみてください。美味しいです。そしてこの野菜が、お肉の食べ過ぎるのを、こいつが、防いでくれる。だから過食にならないように、もう野菜食べてもう体に悪いもうことになるのはあまりないんで、うん、昔はこれが一口じゃなくて一口の半分でした。でも今はこれが一口です。最後にこれ、そしてご飯は最後の一口です。ごちそうさまでした。ちょうど30分かかりました。やっぱり食事タイムをやっぱり30分ぐらいが私には今ちょうどいいと思いますね。あまり急いで食べると体に良くないし、うん、ゆっくりと食べるのが自分の健康にはいいと思いますね。じゃあ一旦じゃあポッサムの食事の風景はここでおしまいします。